ガタガタ五五のガッチャンとムチャでございます。みるみるランド、はい、はい、どうもみんなのひろゆきです。片下玲奈です。今日はガタガタ五五ガチャムチャン来ていただいてます。来ていただいてます。ガッチャンです。ムチャンです。はい、そしてね、今度オフ会やるんですけども、ガッチャンむっちゃんとキャンピングカー TV さん主催のオフ会ということで、はい、11月の9、10で行われるキャンピングカーのオフ会です。そうなんです。はい、そしてですね、そこではもう本当にキャンピングカー持ってらっしゃる方も持ってない方でも誰でも来れます。で、テント張っていただいても結構です、うん、っていうところでね、ちょっとどんな風に旅をしているのか、ガッチャンムチャンの紹介をちょっとね、自己紹介させていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ガタガタ五五のガッチャンとムチャンでございます。キャンピングカーのオルビスユーロというユーちゃんで、一年中というかこれからもずっと、日本一周をしてまいります。はい、いろんなことを発信してまいりますので、ぜひ見てください。よろしくお願いします。はい、はい、もうね、ガッチャンとムッチャンはもうお家がもうキャンピングカーです。もうお家ハウスです。キャンピングカーで暮らしてるんですよね。そうです、家はね、断捨離しちゃいました。なくなっちゃいました。すごい、どうですか、キャンピングカーで住んでみて。あ、もう家ですね。キャンピングカーが本当に家ですね。家です、はい、家になる。ワンルームが動いてるという感じですね。はい、もうシャワーもトイレも普段使いしてるので、はい、一緒にバンクベッドで寝て、はい、シャワーしてトイレ入って飲み食いして、うん、家ですね。バンクベッドがロフトみたいな感じですね。すごい、2階建てですね。すごい、2階建てのお家になってます。はい、そうです。なのでね、もしよかったら一緒にキャンプしていろんなお話聞いていただけたらなと思います。はい、はい、そんな感じで私たちも一緒に行くんですが、はい、では何か、あとね、ガッチャンムッチャンのガタガタ工房さんのブログの方で詳しいこと載ってるんで、そちらこの概要欄に貼っとくんで、そちらチェックしてみてください。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。はい、はい、では皆さんお待ちしてます。ありがとうございます。